Yep.違うもんを追いかけて掴んだ時も、追いかけてた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかって。そんなの、クソじゃないですか。天智くんは何の話をしているの？初めて胸を揉んでみたら大したことなかったって話です。 天智くんが銃の悪魔を殺したら、マキマさんが願い事を何でも一つ叶えてあげるっていうことですか？
なんでもって例えば頼んでもだよ、デンジ君。おー、すげえ、んなことあってもいいんですか。んなことあってもいいくらい強くて悪い悪魔なの。悪魔対策に世界中の銃で儲けようとしてた時期に銃を使った事件や内戦が増えたんだ。メディアも活発にニュースを取り上げ、銃の前よりも怖がられるようになったあたりかな。アメリカで銃を使った大きなテロが起こったの。その日に銃の悪魔が現れた。これが僕の住んでいるところさ、と都会のネズミは言いました。その家のなんと大きかったことでしょう。都会のネズミの家族は外でキャッチボールしてよ。太陽の具合が良くないんだ。一人でできる遊びにしなさい。そんなのいつもだわ。太陽が元気な時なんてないじゃん。お兄ちゃんなんだから我慢して一人で遊びなさい。強いやつですね。デンジ君なら倒せると思う。まあ、なんていうか、俺がすっげえドカンと頑張れば大丈夫でしょ。それならまずは銃の悪魔を見つけなきゃだね。どうやってそいつを見つけるんです。これは集めた銃の悪魔の肉片。移動速度が速すぎて体が少し焦げ落ちたみたい。悪魔がこの肉片を食べると銃の悪魔の力でどんな悪魔でも力を増すの。ほら、くっついた。はや、銃の悪魔はとっても強い悪魔だからね。この肉片がある程度の大きさになれば元の体の場所に戻ろうとするみたい。だからこの肉片をもっと大きくすれば銃の悪魔にたどり着く。見つけました。やっぱり銃野郎の肉片食べてたか。雑魚悪魔に主張は強かったからな。食べたのか食べさせたのか、どっちでもやることが同じです。悪魔は全部殺す。その先に奴がいる。公園に悪魔の駆除要請。ホテル内部で悪魔の目撃。ホテルの宿泊者の生存不明。駆除に当たった民間のデリルハンター複数人が死亡。おそらく銃の悪魔の肉片を食べている悪魔です。公安隊の得意4課6人を出動させます。このホテル内のどこかに潜んでいる。それもこれはただの悪魔じゃない。銃の肉片を食べた悪魔がいる。銃の悪魔本人がいるんじゃねえの。肉片が大きいほど強く引き寄せられる。この程度と違う。そうなんだ。いいよそれ、わしによこせ。お前ら警部はどうした。は何の得もねえのに倒れつけて友達だよ。早川先輩。先輩よし、
いやいい。うちじゃねえ。はい、先輩。これから一緒に悪魔と戦う仲間として、そいつらに背中を任せて大丈夫なんですか？片方は真面目、もう片方はチンピラ。自分は信用できません。こいつらに背中は任せない。悪魔駆除には基本この二人を先行させる。逃げたり悪魔に寝返った場合は俺たちが殺す。畜生みたいな扱いじゃない。お前らに人権はない。こいつめっちゃキレてんじゃん。朝のあれのせいだな。あのいたずらはさすがにまずかったな。あれはいたずらじゃねえ。殺すぞ。怖っ。何があったの？マキー君、厳しくしてばっかじゃかわいそうだよ。そうなんだ。コウモリに殺されかけたと思ったらすぐ仕事だ。褒美くれ。おお。よし、私が一肌脱いでやろう。今回の悪魔を倒した人にはなんと私がほっぺにキスしてあげまーす。あ、そんなのはやめてください。結婚前の大人がそんな見ながら。ご褒美あった方がやる気出るでしょ。キスは俺もいいや。大丈夫、やる気はあったから。あれ、俺は初めての銃は誰にするか決めてんだ。その人のために肉片だかなんだかを集めてよ。銃の悪魔をぶっ殺すまでキスはしねえ。ほう、マキ君の前でそれを言うか。それに俺は大切なことを教わった。エッチなことは理解し合った人間同士でするから気持ちがいいんだ。名前も知らねえあんたの唇には興味ないね。へえ。じゃあデンジ君が悪魔を倒したらは強いなと思ったやつも、そうでないやつも、一年もあれば死ぬか民間に行きます。答えになってないな。アキ君は知らないでね。ユメロン、お前の新しいバディだ。ブレードが少しを使えるように育てた。うまくやれ。俺のアキ、よろしく。君を使えるの？そう、まあ私のバディ、君で6人目全員死んでるの。使えないとこやから全員死んだ。マキ君は死なないでね。しかしよ、マキ君ここにもいねえじゃねえか。お前が持ってた肉片、本当に信用できるのか？マキ君、
さっきみたいにわしの前でお前の力をペラペラ喋ってよいのか。ドネラがおるのはわしを制御するためじゃろ。力を知ってた方が連携取りやすいでしょ。常に切り札は隠してるから。オッケーオッケー。ほんとだろ。じゃあ間違ってみたら殺すと言ったらどうする。武器を引っ込めな。悪いことしたらいつでも首を絞め殺せるぞ。まだ悪魔が潜んでるんだぞ。もう少し静かに。どうした？俺たち今8階から9階へ行く階段を登りましたね。あ、ここも8階ですよ。見間違いじゃねえな。違う。何かおかしい。確認してくれ。